ソフィア中央駅はブルガリアの首都ソフィアにあるブルガリア国鉄の駅。本港では近接するソフィア地下鉄の中央駅についても記述するターミナル駅で同国最大の鉄道駅である。ソフィア中心部の北側 1km の場所にあり、マリー・ルイーズ・オードールに面しており、付近にはソフィア地下鉄2号線の駅、ソフィア市電の停留所、ソフィア中央、 バスステーションもあり、交通の要所である。初期の駅舎は1888年8月1日に、ブルガリアの完全な技術により初めて建設された、ブルガリア国鉄のザリブロとソフィアバカレル線が開通した際に開業した。駅舎は、建築家、アントニン・コラーシュ、バーツラフ・プロシェク、ティーマリノフ等によって設計され、ブルガリア人の受け置い人、イバング・ロゼフのもと、 イタリアの専門家も加わり1882年から1888年にかけて建てられた。建物1階は長さ96メートル、幅12メートルで小規模な時計塔が特徴で、ファサード型にはソフィアのシンボルでもあるビトシャ山が望めた。初代駅長はヨシフ・カラピロフである。ソフィア中央駅はいくつかの時期に拡張や修繕が行われている。 1948年、ポドヤネ駅が建設された時、ソフィア中央駅はソフィア駅から現在の駅名に改称されている。老朽化に伴い、古い駅舎は1974年4月15日までに完全に解体された。新駅舎はトランスプロエクト社の建築家、ミルコベンチェフ設計により1971年に着工され、 1974年9月6日に開業している。地上3階、地下2階、365の構内を持つ構造となっている。ソフィア中央駅の正面広場は2000年代にミランドブレフの元刷新され、4500平方メートルになるミュンヘンオリンピアスタディオンスタイルの超力構造の建物が追加された。計画全体のコストは350万ドルである。 2004年1月から7月までの旅客数は232万3844人で1日平均1910人の通過旅客があり、1日平均166本の列車が運行されている。バルカン半島をはじめ欧州各方面やモスクワなどへ向かうの国際列車も発着する。地上及び地下のコンコースに30カ所の切符販売窓口、 5カ所の電光時刻表を備えている。2014年4月3日から駅の全面改修が始まり、2016年初頭に完成した。ソフィア地下鉄の駅は2008年から建設が開始され、2012年8月31日に開業した。駅舎に面した短式一面一線と島式ホーム5面10線を有する地上駅。各ホームは、 地下道で結ばれている。駅舎コンコース内にある200平方メートルもある壁の装飾はイバンキルコフの作品である。駅構内のトナントとしてビラが入居している。地下3階に相対式ホーム2面2線を有する地下駅。プラットホームの会場に260台収容できる駐車場が併設されている。ブルガリア国鉄イスタンブール。 ソフィアエクスプレスソフィア中央駅イスタルスコ諸世紀ルーマニアソフィア中央駅ソフィアセベル駅テッサロニキ。ソフィアエクスプレスソフィア中央駅ザハルナ・フェブリカ駅。ゴールデン・サンズ。ヤントラソフィア中央駅メズドラ駅。BD 快速ソフィア中央駅ポドゥヤネ。駅ソフィア地下鉄2号線。ラボフ橋駅中央駅。マリアルイザヒ駅テンプレート。2号線テンプレート。13号線。 テンプレート、ソフィア地下鉄に合線。ありがとうございます。